帰ろう、井上。どうした、井上。ごめん、私戻れない。どうして。私の力、自称の拒絶なら宝玉を存在する前の状態に戻せるはずなの。何、宝玉ってあのアイゼンがルキアの体から取り出したあれか。新しいアランカルを生み出し、冒険を作る力を持つ宝玉をなくすこと、それが私のやるべきことだと思うから。井上、しゃあねえな。わかった、じゃあ案内してくれ、宝玉がある場所へ。え、今から宝玉ってのをぶっ壊しに行く。その後みんなで帰るぞ。そんなこと。大丈夫、できる。井上は宝玉をぶっ壊す、俺は井上を連れて帰る、そんだけだ。でも俺たちは仲間だ。ダメだ、私やっぱり黒崎くんにはかなわないや。一人で頑張ろうって決めたのに。何でも一人でやろうとするんじゃねえよ、悪い癖だぜ井上。ごめんね黒崎くん。よし、じゃあ。行くぜ。急に飛んでくるな。ネルはラスノーチェスの中を案内できるす。迷子だったじゃんお前。さっき記憶が戻ったす、バーチェルさん。本当かよ。私、通路がどうなってるかよくわからないの。ここにはグリム城に連れてこられただけだし。決まりす、ネルが案内するぜ。レッツゴーせー。おい待て、ネル。しょうがねえな、行こう井上。